バーの実の兄貴の龍之介です。信用が売りだ、純度 100% ヒップホップパック、こちらハース信用が売りだ、純度 100% ヒップホップパック。はい、ということで、誰か分からんやろ誰か分からんやろ、分からない。トラの実の兄貴の龍之介です。はじめまして。だトラ之助と龍之介、お母さん絶対ヤンキーやもん絶対ヤンキー。トラ曰く、トラより全然強いらしい。楽しみ、それはすごく。それはほんまルールの話ですけど、 MMA やったらボコボコされます。あキックルールとかでも多分勝てないです。明日でも MMA じゃん。明日 MMA です。すごいですよ。すごい強いんや。強いです。トラの兄貴やんか、はい、何個違うん？4つ。4つ離れてます。4つって結構やらかく。何歳何歳？18歳と22歳です。で、耳潰れてるけど、ほなちゃんと練習してるの？そうです。でもまあ、そう初めて2年ぐらいなんで、結構簡単に耳になっちゃった。あ、簡単に簡単になっちゃいました。そのトラは結構やんちゃしてたのか、うん、お兄ちゃんはどう？お兄ちゃんはもう普通のもうちゃんとした人生を送ってきてるんですよ。だけどあの兄弟銀から毎回ボコボコされてました。あ、なるほどな。自分ちっちゃい頃から空手はやってたんですけど、ちっちゃい頃から、うん、で途中で空手はもうやめて、で剣道をずっとやってて、はいはいはい、けど自分はボクシングとかいろいろこうまあいろいろ喧嘩とかもしてましたし、はい、けど喧嘩になったらボコボコにされるっていう、なんかサイコパス的な。一番嫌な兄貴やな。ほんまに一番怖いタイプやな。笑いながら人とつくタイプですよ。頭おかしくない。人にもともと切れないんですよ。でも見て、そのトラをこう今なくしたとしても、すごい多分高青年じゃない。せやな。リュウはね、これからいい勝ち方してくれたら、はい、勝ち方、まあ、試合内容とかも、はい、よかったらこれからもな、喧嘩島と一緒に来たりし、はい、そうですね、うん、兄弟でこう上がっていくっていうのもストーリー、めちゃくちゃいいと思う。やっぱなんか何でもそうやん、兄弟がやっぱ格闘技って盛り上がりやん。うんうんうん。やっぱ有名な人がいっぱいおるやん、兄弟で、やる人。対戦相手があのニュー TikTok とかの入場でバズってる人知ってる？知ってます。マスター生き草ってあの人なんかどの大会でもおるよな。ね、ほんま月1回ぐらい試合してるから。どう？印象は？印象はそうですね、本当に名前の通り口の中の環境が悪い前歯が折れてる感じが、ね、悪いらしくて、ちょっと本当に心配が勝ってる。そうですね、ミンティアパンチぶち込んでるからミンティア挟んでないそれはもう笑顔だから、ね。まあ、明日も多分入場で待たされるやろうけど、そうです、はい、そう気持ち切らさず頑張ってください。はい、ありがとうございます。マスター生き草、明日は覚悟しとけよ。今回 MMA ルールで試合なんですけど、はい、普段キックっすよね。キックっすね。自信はどうですか？まあ自信しか結構なんか頻繁に試合出られてないですか？まあ出てるっていうか出さされてるっていうか分かんないですけど、まあやる気は十分ある。なんか僕普段あの試合とか、まあ、結構見る機会多いんですけど、あなんか入場に全振りしてるからですか？まあ全振りはちょっと違うっすね。入場8の試合2ぐらいですそれって強い人が言って2でも勝てるよっていう多分言い方だと思うんですけど、2で あんまり最近ちょっと結果に恵まれてないようなイメージがあるんですよ。まあ試合って全部エンターテイメント、入場含めてエンターテイメントなんです。総合点で勝てると。総合点ではもう優勝です。あしたその虎之助のお兄ちゃんとやるんですけど、で結構でちゃんと MMA できるらしいんですよ。まあ、トラか竜か分かんないですけど、まあ、こちとら、ブルドッグ背負ってるんで、がっつり考え、食ったりますよ。あ、背負ってるんですか？背負ってるんですか？なるほど、なるほど。じゃあ、あの最後、あの竜のスペシャリストに向けて、ちょっと一言、あの、なんかフリースタイルできるとお聞きしたんですけど、まあまあまあ、ちょっとあ、じゃあちょっと、お願いしていいですか？すみません。ボイパイ入れながら。それはちょっと難しいですね
はい、よ、龍之介、お前は明日マジで任すぜ。俺のここを見とけよ、このパンチ。それから行くぜ、お前は団地。見せてやるぜ、このレベルの団地。明日ぶっ倒してやるから。いいよ。そのまま動くな。
動くぞ。そのまま行けるか。走りが大丈夫。りょうちゃん、疲れの疲れと。足上げる、足上げる。行くよ、パンダ行こう。りょうちゃん、パンダ行こう。あれ、あれ。時間ないの。りょうちゃん、疲れよ、疲れよ。いや、いいポジション来た、いいポジション。あれ行ける、あれ行ける。あれ行けるよ。あれ行ける、りょうちゃん、あれ行けるよ。あれ行こう、あれ行こう。残り10秒、残り10秒。あれ行ってる、ちょっと。後ろから行って、行って。パンダ行こう、パンダ。そうそう、強く行こう。顔、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 見えた、顔。おい。そうそうそう。オッケー。Thank you.
才能だろ。はい、じゃあ判定します。で、青コーナー、島田亮輝選手の勝利です。